アメリカの司法省が20日、バイデン大統領の次男ハンター・バイデン氏を税務や重登録手続きに違反した疑いで訴追したとアメリカメディアが報じました。ハンター氏は罪を認めていて、司法取引を成立させるため、近く東部デラウェア州の連邦裁判所に出廷する見通しです。2024年に大統領選挙が控える中、再選を狙うバイデン氏にとって打撃となる可能性があります。